これ久しぶりに登場する声帯なんですけど、いつ以来かな、5月ぐらい以降登場してなかったんですけど、染め分けささくれヤモリなんですけど、ちょっとね大変なことになっちゃってて、まあ手見てわかるんですけど腫れてますよね。これね多分ちょっとくる病になりかけてるんですね。でまあこれメス個体なんですけど、バンバン卵産みまくってて、でまあトータル10個以上産んでると思うんですよ。でまあ餌にも毎回コオロギにねちゃんとカルシウムをつけてやってたんですけど、それでもねどうしても欠乏するみたいですね。でこれも今カルシウムつけてわざと舐めれるようにしてるんですけど、どうしてもね欠乏しちゃって、ちょっとねたまに今はもうだいぶマシになったんですけど、痙攣しちゃってた時があって、2個体いるんですけど、もう1個体も、まあ、そういう感じになっちゃってますね。こちらがもう1個体で、まあ、先ほどの、ね、個体よりは全然症状軽い気がしますね。うん、手もそこまで腫れてないですよね。まあで今から手を打てばねまだ間に合うかもしれないんで、ちょっとね今回はあるものを用意しましたね。今回用意したのはこちらですね。カルシウムサンド。まあ、カルシウムが含まれてる砂って感じですかね。うん。なんか裏に書いてますね。なんかいろいろ。乾燥系を好む生態に最適みたいな感じなんで、まあ、染め分けもね、比較的乾燥系なんで、これを敷いていきます。今ヤシ柄なんですけど、ヤシ柄はもうねやめてこっちに変えます。完璧にこういう風になりました。うん、まあヤシ柄よりね明るくなりましたね。で多分染め分けは相当体小さいのに高スパンでね卵を産むんで、メスはすごいくる病になりやすいみたいですね。いやーちょっとね反省ですね。くる病になりつつもね産卵はしてたんで、相当ねやっぱ卵を作っちゃう体なんでしょうね。レオパとかだともうね産卵止まること多いですけど、そういうのないみたいです。もう一個体もこういう感じになりましたね。こっちの方がちょっとくる病がひどい気がします。まあ本当にねこういう風になりやすい生態なんで、気をつけてね管理する必要がありますね。まあ、今後ね、染め分けはカルシウムサンドでねうちでは管理していこうかなと思います。砕いたねパウダー状のサンゴ砂使ってる人もいるみたいなんで、まあ、そういうのでもねカルシウム分が取れていいと思います。まあ、今回はねちょっとやらかしちゃったなっていう感じの動画なんですけど、まあねその全部僕がやってるし候補がね正しいわけじゃないんで、こういう風にね失敗しちゃうこともねあるんですよね。でまあそのうまくいった時だけをねシェアするんじゃなくて、まあ、こういう風に失敗した時もねシェアしたりとか、皆さんも同じ失敗しないようにねシェアしたりとか、あとは僕のね戒めとしてね残していこうかなっていう風にね思ってます。カルシウムサンドに変えて思ったことは、匂いが全然吸収されないですね。ヤシ柄はね全然すごい消臭効果あったんだなって思いましたね。ヤシ柄の時匂いしなかったんですけど、これに変えたらねすごいうんち臭がしますね。意外と染め分けのうんちってこんな臭かったんだなと思ってびっくりしましたね。まあしっかり良くなってくださいって感じですね。今餌食べた。